本日の試合をもちまして2023シーズンホームゲームが終了となります。今シーズンもザ・スパークス筑波に熱い熱いご声援をいただき誠にありがとうございました。ファン、サポーターの皆様、スポンサーの皆様、そしていつも温かく見守っていただいているホームタウンの皆様、ザ・スパークス筑波に関わる全ての関係者の皆様に感謝の気持ちを込めて、赤堀浩代表取締役社長、大槻剛監督、細貝一選手よりご挨拶をさせていただきます。それではまずはじめに株式会社ザスパ代表取締役社長赤堀浩よりご挨拶させていただきます。
持ってやってきました。ぜひ、もう1試合頑張るので、頑張ってやります。あと1週間、応援してください。そして、引き続き、ザスパッツァーズ・ルーマーですが、後押しいただければと、お願いしたいと思います。どうもありがとうございました。それでは最後に選手を代表いたしまして、キャプテン細貝はじめ選手、よろしくお願いいたします。今日アウェーでの試合を1試合残していますが、ホーム最終戦を終えました。スポンサー様の皆様、そしてサポーターの皆様、ザスパ草津群馬を応援してくださる皆様、チーム関係者の皆様、メディア、そして家族の皆様、1年間素晴らしいサポートありがとうございました。シーズンが始まって勝ち点50を目指してやってきた中で、その勝ち点50を超えてくることはできましたが、このチームはまだまだできると信じてやっています。今までにこのチームが見たことのない景色、そして舞台でこの先戦っていけることを信じて前進していきたいと思っています。今シーズンよりも来シーズン、一人でも多くの方にスタジアムに足を運んでいただけるよう、現場はチーム一丸となって同じ方向を見て進んでいきたいと思います。冒頭でお伝えした通り、まだアウェーの地での試合が残っているので、今シーズン最後しっかりといい形でシーズンを終え、勝ち点3を取って群馬にまた戻っていきたいと思っています。今シーズンも本当に素晴らしいサポートありがとうございました。